サマーナイトフェスティバル G2 第12レース S 級決勝選手入場。1番新田雄大福島、2番松浦雄二広島、3番和田健太郎千葉、4番森田雄也埼玉、6番佐藤慎太郎福島、8番山田秀明佐賀、9番犬西雄也徳島、小さいランク5周2025年決勝戦先頭に三宅達也選手が来ています。連勝で勝ち上がった1番新田、大会史上初のサマーナイトフェスティバル連覇を飾った松浦雄二、喜びに満ちた最高評価の決勝です。決勝についての換気戦超小回りで5分戦、栄冠を手に取るのは誰か、決勝スタートです。日体育会佐藤慎太郎福島コンビが迷わず前を取ります。福島コンビを追ってくるのは8番の山田秀也、 SQS さん2番の松浦雄二、その後少し間が来ます。9番の犬西雄也、3番は健太郎、4番森田雄也、さらには間が来ます6番岩本俊介、5番の新井隆弘、9番手です。3番手以降後ろ7人がラインをこれから作ってまいります。3番手に8番の山田秀明です。新井隆弘選手上がってまいります。佐賀勢が3番手4番手5番手6番手が犬伏松浦、準決勝での連携した四国中央という2社となります。この中盤の対応が森田、そして岩本和田健太郎千葉勢80番手です。2対2対2対1対2、超小間切れ戦対決が終わって2周目です。準決勝10列ランスに組めた1番の2番7番の佐藤慎太郎が決勝戦の最後コンビを組みます。3番手が8番の山田秀明です。最終日はシリーズ初めてラインの前を務めます。こちらの連勝で勝ち上がった5番の新井です。勢いはまさに今が絶好調、ピークを迎えています。高いレベルのキープをずっと保っています。新井隆弘9番の犬伏、5番手から連日7番手から予選が完成と6人準決勝3着ながら連続展開してくれています。準決勝同様3度目の連携、9番の松浦、サマーナイトフェスティバル5連続決勝進出です。福井記念同様この決勝戦も短期戦、4番の森田雄也7番手からチャンスを待ちます。8番手から6番の岩本俊介、予選競争4番手までに上がり9秒8合格確率解消でした。3番の和田健太郎連日直線中伸びて2着にをさすがの切り味発揮しています。3周第3コーナー、岩本和田の千葉勢が動きます。レースが動き始めます。犬伏の横を通過、8番の山田秀明が察知した、3つの近く後ろ、こちらの前傾を展開、それぞれ残り1周半か、福島勢を千葉コンビが抑えて
3番の和田健太の後ろ、山田秀明とアライの佐田勢が追っていきます。下げて7番手から9番イングシマーの松田、残り4番上り込みに追っていく、内側のところ8番山田が引いて前に出たところ、9番のイングシマーを押していく、2番の松田が下がりました。佐田勢が4番の森田が追い込みます。4番の森田が3番手に入ります。まさに準決勝を思い起こすようなゴール前、まさに24時間前に同じようなことがありました。松浦に岩本が猛烈な追い込み、最後落ちたか、まさに気持ちと気持ちのゴール前、松浦選手がしのぎました。このまま決まれば大会史上初の浜岩本を追って3着入線、2番、6番、7番、5番、7番が4着入線、正式な決定をお待ちください。サマーデルフェスタル5年連続決勝進出、松浦由紀、このまま決まれば GIF が通算3回目、大会史上初サマーナイトフェスタル連覇となる模様、決定をお待ちください。最終決戦でした。松浦雄二、2着6番岩本俊介、3着7番佐藤慎太郎。お客様に第12レースの払い戻し金をお知らせいたします。2枠2号490円、2枠32号780円、2尺2番6番2100円、2尺間2番6番2930円、3連複2番6番7番5760円、3連単2番6番7番18980円、ワイド2番6番880円、2番7番280円、6番7番2000円、以上でございます。